2000年の時を経て、今、運命が動きです。この牛は、ただの牛ではありません。この牛の存在は、世界の未来を左右する鍵を握っております。すべては、イスラエルから始まった神秘な儀式と、2000年ぶりに目覚める伝説の始まり。あなたは、世界が変わる瞬間を見届ける準備はできておりますか？予言の扉が、今、開かれようとしております。そしてこの、赤い牛の犠牲、この小さなドミノ倒しが、世界の終わりを始める。ことになります。すべてはイスラエルにあります。三大宗教の聖地であるイスラエル、エルサレム。最後にこの儀式が行われたのは2000年前です。そして2000年ぶりに行われるこの儀式はこの世の終わりの予言、それの始まりの第一歩にしか過ぎません。モーゼの時代からこの儀式は存在し、イスラエルのユダヤ教を定める聖なる神殿を建てる上でどうしても必要な儀式、それは赤い牛の犠牲式です。赤い牛を犠牲して、そしてその牛を燃やした後に、その灰などから聖水を作ったり、聖なる道具を作ったことで、ユダヤ教が信じる神殿を建てるんですけども、過去に作られたこの神殿たちは二度あります。そして二度ともこの神殿は破壊されてきました。破壊された神殿の壁が残ってることが、よくテレビなど動画で見る嘆きの壁に当たります。なので、あの壁はもともとイスラエル教の神殿だったんです。そしてその残された神殿の壁で、今は祈りを余儀なくされている状況なんです。そしてその後、その神殿の場所はイスラム教のモスク、岩のドームができました。そして現在、岩のドームの横でユダヤ教が祈りをしている、またはその下で祈りをしている状況下にあります。彼らも第三の神殿を作りたいんです。ものすごく作りたいんです。なぜなら、それが予言だからです。そしてなんで彼らはこの神殿にこだわるのか。その理由は、この神殿を作った後に約束されたメシア、救世主が現れるということを信じております。イスラエルで約束されたがメシアが来るには、この第三の聖地を建てなければならない。この第三の聖地を建てるには、この赤い牛の犠牲が必要になるということになります。これがなぜ世界の終わりを意味するのか。問題は、この第三の聖なる神殿がどこで建てられるか。それが、現在、イスラム教の第三の聖地である岩のドームです。ここは今、イスラム教の人たちが祈りを捧げているんですけども、すぐ横にはユダヤ教の神殿という状態になっているんですけど、もともとここはユダヤ教の神殿だったということで、このモスクを倒して、そこで新たなユダヤ教の神殿を建てなければいけない。これが予言になります。このモスクを建てて神殿を建てれば、メシアが現れ、ユダヤ教の人々を導いていくとユダヤ教は信じています。そして、キリスト教は一部なんだけども、この救世主が現れた場合、彼らはこのユダヤ教たちにキリスト教に入りましょうねと教える救世主だと述べているため、この神殿を建てるにはユダヤ教もキリスト教も賛成なんです。だけども三大宗教で最も大きいとされ、実質的に最も大きいとされているイスラム教では、この救世主は偽の救世主ダッジャルなんです。このダッジャルとは何なのか、我々を誤った道に進めさせる偽の救世主という意味なんです。そしてこれがどのように世界の終わりに結びつくのか。まずは、なぜ2000年間この赤い牛を見つけることができなかったのか。それは基準がものすごく細かいんです。赤い牛は他の色の毛は一切あってはならない。年齢は2歳から3歳ぐらいが適齢。そして出産したこともなければ、体を傷つけられる、耳にタグをつける行為なども許されておりません。様々な赤い牛の条件がこだわりすぎて、イスラエルでは見つけることができなかったんです。しかし約1年半前、この赤い牛がアメリカのテキサスで見つかります。 After a long research, we find in Texas. In Texas? Yeah, yeah. そしてイスラエルは1頭あたり約1500万円で5頭の赤い牛を購入し、イスラエルに送りました。なので現状この赤い牛というのはイスラエルの中にすでにあります。そして儀式の準備が着々と進められております。これについてはアメリカのメディアも取り上げるぐらいなので、何かの陰謀論ではなくて、本当にこの儀式は行われようとしております。そしてこの儀式を行うということは、約束された神殿を取り返さなければならないことになります。皆さんが知っている通り、イスラエルは現在パレスチナと戦っております。そしてその中の勢力は10月7日に行った悲劇の出来事について、もちろん様々な政治的、文化的、経済的な状況はあるけども、そのうちの一つの赤い牛をイスラエルに持ってきたこと、挑発行為として声明文を出しました。まあぶち切れてるよみたいな。そしてこのことを言った理由は、多くのイスラム教の国々に対して、赤い牛は準備されたんだよ、もう儀式は始まるよ、そして僕たちの岩のドーム、アルアクサモスクが
破壊されてユダヤ教の神殿ができてしまうよ。それの警告をしているとの捉え方をしております。Oh, it's gonna go 100%, but I believe it's gonna go. It's 100%. Yeah, the whole thing is gonna go. We have to build a temple. この赤い牛は実際にはもうすでにイスラエルにはあって、これをきっかけにモスクを破壊することになれば、イスラム教の国々が黙ってるわけがないんです。そうすると起こるのが世界戦争、宗教戦争だと言われております。もちろんこの儀式はもう間もなく、噂によれば4月中には行われる予定なんですけども、すでに会場の準備はできており、場所も決められております。近くにある丘、そしてその丘で自分たちが次選ぶ聖地、岩のドームを見ながら作ることになります。そしてその赤い牛は燃やされ、灰は聖水として決められたユダヤ教の労働者によって建てられます。そしてその道具たちも灰から作られた聖水などを使って作ることになります。ちなみにこの儀式には過去に使われた灰も必要だということが言われており、モーゼの時代から続く灰が入った瓶を数年で発見されております。さあ、この儀式が始まって岩のドームを取り返して新たな神殿を作ることができないと救世主は現れませんが、これができるとメシアが現れます。だけども、このメシアはイスラム教の概念からは偽のメシア、ダッジャルと言われております。ダッジャルについてはイスラム教では固めの偽物の信者、そして世界中を戦争や困惑に導くとされており、それを多くの異教徒たちは信じるでしょう。ただイスラム教徒のみがそれはダッジャルである、偽の救世主であるということを理解し、そのダッジャルが現れた後に本当のメシアが現れ、そして世界は終わりを迎えるということが予言としてされております。3つの宗教で救世主、この人物が現れた後の書き筋は少しずつ違うのは間違いないんですが、どの宗教の聖書もこの救世主が現れるメシア、偽物のメシア、ダッジャルが現れたらこの世は終わりという捉え方なんです。そしてこの救世主を呼ぶためには神殿が必要です。この神殿がなければ救世主は現れません。そしてこの神殿を建てるには赤い牛の犠牲が必要なんです。小さなドミノ倒しから大きなこの世が終わるということで、世界中の宗教信者やオカルト信者、予言を信じる人たちが終わりが近づいたということで、この儀式に注目しております。このことについてアメリカのメディアは実際にインタビューをし、現地で牛を買った人に話を聞くと、ハリーポッター is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of GodTo lead us. そしてそのインタビューの中で他のユダヤ教信者に、この赤い牛がの犠牲式が行われた後に本当にあの岩のドーム、アルアクサモスクをユダヤ教の聖地に変えるんですかと聞いたら、 Happy with it where it is. Yeah, it's gonna go 100%, but I believe it's gonna go. It's 100%. Yeah, the whole thing is gonna go. We have to build a temple. と言っておりました。本人の言葉でね、イメージしてみてください。もしイスラム教の聖地を壊してしまうようなことがあれば、どれだけの反感を買うのか。だけどもそれが予言に書かれている内容になります。そしてこの偽の救世主が現れてから世界は約1年から2年で亡くなると言われております。この儀式をやるのは 100% 決まってるんだけども、果たして本当に神殿を取りに行くのか、そのための戦争だったのか、ダッジャルは現れるのか、それは救世主なのか、それとも偽の救世主なのか、戦争が起きるのか、信じるか信じないかはあなた次第でございます。まあそうね、結論弁前の意見から言うと、これね、あります。宗教心はそういうことです。神殿あるということはそういうことです。ユダヤ教は特にね、自分たちの土地だ、自分たちの約束された土地って歌ってますので、そこにイスラム教のね、モスクがあることも、まあ、聖書見たらもともとうちのでした、みたいなこと言って破壊する可能性もあります。それに対して、怒る人たちももちろん出てくるでしょう。それが戦争の火種になるのか、なんとも言えませんが、とりあえず、イスラエルではユダヤ教はそれで信者が来る。そしてキリスト教の一部の人もそれで信者が来ると、信じております。イスラム教はそれは偽の信者だと。そしてその後本物の信者が来る。という感じでね、まあ、ダッジャルが来るのか、来ないのか、わかりませんが、赤い牛。注目ポイント大です。人に優しくして懸命に生きて、神様を信じてれば何もないと思いますけどね。ではまたお会いしましょう。世の中にはいろんな闇がある、いろんな真実か本当かわからない、ワクワクするようで全くつまらないけど実は怖い話もいっぱいあります。いろんな情報、いろんなニュースをあなたに届け、弁前院チャンネルでした。よければいいね、コメントしていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ホダフィス。